はい、本日は大隈忠義選手、阪急ブレーブスでございます。こちらは1976年ジャイアンツとの日本シリーズ第3戦、加藤はじめ投手からヒットを打っている様子でございます。大隈選手といえばやはりこちらの福本豊選手との1、2番コンビ、セカンド盗塁を福本をアシストする2番バッターとして活躍されたのがやはり印象深いですよね。後にね、福本さんはですね、なるべくね早く走ってね、打者の、負担をなくすっていうことを考えていたそうなんですがね、大隈さんの時にね、ツーストライクになってもね、盗塁を支えてくれたしね、熊さん、大隈さんの相性ですよね、熊さんの時にはね600ぐらいね走ったかもねっておっしゃってるわけなんですよ。大隈選手はね、左目で相手投手、そしてね右目でね、一塁にいる福本選手を見てね、福本選手がね走ったら援護の空振り、そしてですねタイミングがちょっとやばいなと思ったらね、見事ねファールでねカットするというね役割をねされていたわけなんですよ。しかしね、75年に完璧なスタートの時にね、大隈選手がねファールを打ったということでね、見送ってくれたらセーフだったのにななんてね、ちょっとね文句を言ったわけなんですよね。そうしたらね、ちょっとムカッときた大隈選手、当時ね上田監督がね痛い目にちょっと合わせるかということでね、ウィリアム選手をね2番に起用、そしたらねウィリアム選手ねこちらのようにね、初球からガンガン行くわけでね、福本選手ね走れなくてね1週間後にね謝りに行ったというねエピソードもございます。大隈選手は大阪出身、南小高校3年の時はですね、2年のねこちらエース尾崎勇輝を投手を擁しまして、春夏連続で甲子園に出場、夏はですね優勝というわけで、その時もね大隈選手は2番サードで23打数8安打とね活躍されたわけでございます。そしてですね、高校卒業後は近畿大学へ進学、2年生の時にね、先輩が阪神のテストを受けるということで、それについていったらね、当時の青田ヘッドコーチがソロムコ選手、こちらのねお写真の選手のユニフォームって、ね、打ってみろと言ってね、打席に立って打ったらしいんですよ。そしたらね、その写真が新聞に載っちゃってね、プロアマ規定違反ということで大学を退学することになってしまうわけなんですよ。そして阪急ブレーブスへね入団することになるわけなんですが、1年目は2安打、2年目はね0安打、3年目にしてねついに初安打、初ホームランをね打って45試合に出場、そして4年目も20試合の出場とね、4年間で19安打2本塁打とね、思ったような、成績はね残せなかったわけなんですね。転機となりましたのは5年目、68年、背番号も12に変わったこの年、ウィンディ選手のね怪我で、出場のチャンスが巡ってきまして、3打数2安打1本塁打との活躍、そしてねそこから外野レフトのポジションをつかみまして、120試合に出場、2割8分5厘15本塁打の、活躍をされるわけでございます。その後もねレギュラーとして活躍、8年目となります71年には121試合で3割7厘15本塁打とね、初のね3割をねマックされるわけなんですよね。そしてね、翌9年目の72年からですね、福本豊選手などの2番をね打つことが多くなるわけなんですよね。そして116試合で2割3分1厘11本塁打とね、ちょっと打撃成績の方が下がったわけなんですがね、2番を打ってね頑張ったということで、2番の辛抱料ということでね、年俸がねアップするわけなんですよね。ここまでね5年連続2桁本塁打とね、結構ねパンチ力もあった大隈選手なんですがね、2番でね評価を得たということでね、もうそれをちょっと極めようということでね、キャンプになりますとね、ファールを打つ練習、バントの練習をねするわけなんですよね。そしてね、リードもね結構あったわけなんですけどもね、福本選手が一塁にいたらね、そこでね送りバントってやっぱりもったいないじゃないですか。だからね走ってその後ねバントで進めるっていう風なね形もね結構あったわけなんですよ。そうなりますとね、ワンアウトランナー三塁ということでね、こちらの3番加藤秀樹選手がですね犠牲フライ打つわけなんですよね。通算のね犠牲フライ105個というのはね歴代2位ですからね、以前ねこちら動画上げさせていただいておりますがね、その様子がですねアップされておりますので、またそちらの方もぜひご覧いただければと思います。当時のねこの阪急のね攻撃ね、いやらしいなってね私思ってましたけどね。そしてね、12年目の75年からですね、阪急ブレーブスはね、V3 をね、達成するわけなんですがね、その頃がやっぱりね、一番ね、福本、大隈の1、2番輝いてた時期ですよね。75年はですね、122試合で2割6分1厘、6本塁打、そしてですね、1000試合出場、日本シリーズでもですね、26打数、7安打、5打点のね、活躍でね、日本一にね、輝いているわけですからね。76年はですね、116試合で2割7分8厘5本塁打の活躍、
初の、ね、オールスターにも、ね、選ばれているわけで、ね、こちら、ね、冒頭の映像、日本シリーズのヒットの様子でございます。そして14年目となります77年は123試合に出場、2割5分1厘12本塁打、そしてですね、次には10月7日の近鉄戦、350勝投手米田哲也投手から、ね、ヒットを放ちまして1000本安打を達成。そして14年目34歳にしてね、初のダイヤモンドグラブ賞を受賞、日本シリーズでも活躍されてね、技能賞をね受賞されているわけなんですよ。今ね、技能賞っていうのは確かないはずなんでね、やっぱりね、大熊選手の技能評価されてるわけですよね。15年目となります78年も順調なスタートを切っていたわけなんですが、4月30日こちらロッテオリオンズ村田兆治投手からですね、なんと頭部にねデッドボールを食らってね、12針をね縫うね大怪我をするわけなんですよね。まあこれがねちょっとね転機になってしまうわけなんですけれども、そのね大熊選手怪我のチャンスを見事にものにしたのがこちら、以前動画にも上げさせていただいております箕田浩二選手なんですよね。箕田選手はね、まあ、その後はね、まあ、トリプルスリーもね達成するほど活躍された選手じゃないですか。そしてねこの年の大熊選手は76試合で2割3分1厘1本塁打の、ね、成績に終わってしまうんですね。大熊選手ね、ご自身もね怪我の選手の代役としてレギュラーを掴んだようにね、今度は逆に自分の怪我でね箕田選手がチャンスを掴んでレギュラー取ってしまったというね、まあ、プロ野球界のねこの厳しい一面、まあ、これもね結構あるあるっちゃあるあるなんですけれどもね、まあ、その後はですね大熊選手10年減るわけなんですが、16年目の79年は41試合で2割5分8厘1本塁打なんですが、この1本塁打というのがですね9月19日ロッテオリオン戦で安来昌治投手からね放ちました通算100号ホームランだったわけなんですよね。よって17年目80年は28試合で1割8分9厘1本塁打、そして18年目の81年1試合ね守備だけね疲れているわけなんですが、これはですね近鉄西本幸雄監督のねラストゲームということでね、その試合に出場、大熊選手も引退されるわけでございます。まあね、昭和のねプロ野球選手あるあるじゃないですけれどもね、まあ、歌がお上手な方はレコードを出されるということもねあったわけでね、あの引退後なんですかね、あの演歌のね演歌であのレコードもね複数枚出されてるわけで、これはなんかねデュエット曲ですかね、私ねちょっと聞いたことがないんで、大熊選手がねお上手なのかは定かではございませんが、うまかったんでしょうね。大熊選手通算成績は1423試合で1073安打、101本塁打、114の犠打、打率2割6分の成績を残されております。本日は世界の通りを福本豊選手との名1、2番コンビ、そしてね名2番バッターとして活躍されました大熊忠義選手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では